こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。高純度フッ化水素を開発したと嘘の発表をするなどフェイクニュースが横行している韓国ですが、世界のニュース信頼度で韓国が46カ国中40位と信頼できない国だと証明されたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国ニュースに対する信頼度順位が46カ国中40位で、昨年に比べて2ランク下がった。韓国言論振興財団と英国オックスフォード大学附設ロイタージャーナリズム研究所が推考が公開したデジタルニュースレポート2022によると、韓国ニュースに対する信頼度は昨年より 2% ピー低くなった 30% だった。46カ国の平均は 42% で、昨年より 2% ピー低くなった。ニュースを信頼するという回答率が最も高い国は昨年に続きフィンランドだった。フィンランドの信頼度は 69% だった。米国はスロバキアとともに最も低い 26% で、昨年に続き46位となった。世界的にニュースを選択的に回避する利用者の割合が増えている中、韓国のニュース利用者 67% はニュースを意図的に回避した経験があると答えた。これは5年前の2017年 52% に比べて 15% ピー増加した数値だ。ニュースを避ける理由について韓国利用者の 42% はニュースが信頼できなかったり偏向的と答えた。財団と研究所は報告書で、韓国利用者は基本的に自身が接したニュースを信じられないため、これを見ようとしないが、同時に特定次第のニュースに多く露出され、情報過剰から来る疲労感が累積していると分析した。全世界的なニュース信頼下落に対しては、昨年コロナパンデミックの影響で上昇したニュース信頼がコロナ状況の安定でコロナ以前に回帰する傾向を見せていると分析した。それではネットの反応です。金のためなら虚偽の捏造記事を書くのもそうだね。韓国のマスゴミは国家だとか経済だとか国防だとか気にしない、お金を稼げる記事を書く、恥ずかしさも知らないマスゴミの世の中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。